チューンソフト。多くの人はきっと同社の名前を、二つのジャンルの、どちらかで知ったのではないでしょうか。風来の試練やトルネコの冒険などの、ローグライク系か、かまいたちの夜を代表とした、サウンドノベルです。これらの名作を複数生み出している、同社ですが、作ったゲームの本数はそれほど多くありません。というのも、同社は発売元ではなく開発元として、仕事をしていた時期も結構長いからです。そのためあまり知られていないだけで、ポートピア殺人事件やドラゴンクエスト、シリーズの開発にも関わっていたりしました。そんな名作の陰に見え隠れしていた。同社は2012年にスパイク社を吸収合併。弾丸論破や不思議のダンジョン、シリーズなどをスパイク、チューンソフトの社名で作り続けています。音切り層、蘇生編、スーファミで発売された元祖サウンドノベルといえる音切り層のリメイク版ですね。グラフィックは当然のように進化しており、かなり綺麗になっています。CG の枚数自体もかなり増えているため、見たくない場面でも、CG でがっつり見えてしまうのは、あまり歓迎できない要素ですね。2体の人形が並んでいるシーンなどは、背景の暗さもあって、妙な気味の悪さを感じます。ミイラのシーンに関しては、私個人としては完全にアウトです。一人でプレイしていてこれを見るのは、かなりしんどいものがあります。このゲームにはスーファミにはなかった、ザッキングの機能が追加されています。基本的には主人公からの視点で、ゲームは進んでいきますが、文章中で特定の箇所で、ナミからの視点のシナリオに、移行することができます。ナミの主人公への気持ちや、どんなことを考えているかを覗けるのは、なかなか面白いですよね。今作では一度見たエンディングに、もう一度たどり着くことで、その続きを見ることができます。その内容はバッドエンドが、逆転してグッドエンドになったりと、意外性のあるシナリオとなっています。バンダイ。今やバンダイナムコで知られる同社は、1950年代におもちゃメーカーとして創立し、プラモデルや超合金など昭和を代表する、おもちゃの多くを作りました。特にガンプラは、今なお高い人気を誇ります。ファミコンが登場すると、そのソフト開発にも着手。称号をバンクレストと変えてからは、仮面ライダーなどの、ヒーローやロボットを一緒に登場させた、コンパチヒーローシリーズを中心に多くの、ソフトを手掛けました。このように多くのヒット商品を、生んだ同社ですが、同時に失態も多くやらかしています。独自のゲーム機として、プレイリアを開発するも、人気が全く出ず、ピーナットマークに至っては、その名を知る人すら稀でしょう。そうして業績が傾いた中、セガとの合併案なども、浮上しましたが実現はせず、無事に業績が回復した後、ほぼ対等な形で、ナムコとの合併に至りました。ドラゴンボール、大魔王復活。ドラゴンボールシリーズ2作目。前作はアクションゲームで、ちょっと無理ゲー感が漂うゲームでしたが、今回はまさかのスゴロク風の RPG になっています。ドラゴンボールといえば、アクションでしょうって頭があったので、これは当時びっくりしました。ストーリーは、タイトルを見てわかると思いますが、ピッコロ大魔王を倒すのが目的です。しかし、原作通りではなく、結構アレンジされていて、敵キャラクターも見たことないやつも、出てきます。ゲーム内容はスゴロクフィールドを回り、アドベンチャーで物語を進め、敵との戦闘はカードゲームになっています。ちなみにスゴロクでもカードを使うのですが、数字が大きいカードが、攻撃力が高いので悩みます。またアドベンチャーでは、選択肢に即死する罠があり、緊張感が漂います。また、特定の場所では、
広大な 3D ダンジョンがあり、マッピングが重要です。特に、序盤のジングル村では、寒すぎて無駄な動きは、じわじわ死を招くので身に染みました。攻撃についても、星の数とレベルで、攻撃力が決まるので、最初のうちは、気がつかず、悟空が雑魚に秒殺される、ってこともあります。このように、アドベンチャーも戦闘も、しっかり頭を使わないと勝てないです。しかし、戦闘のテンポが良く、攻撃パターンも、原作の雰囲気に近いので、ファンも大満足です。とにかく細部にまでこだわっているので、楽しめる内容となっています。ナムコ、1950年代に設立した中村製作所という、有限会社が設立しました。後のナムコです。同社が世に送り出したゲームは数知れず、古くはゼビウスやドルアーガの塔から、エースコンバットや、ヴィーナス&ブレイブスなど、佳作から名作まで、枚挙にいとまがありません。それ以外にもおもちゃやテーマパークなどにも、携わっていた同社ですが、実は飲食業にも力を入れていました。同社がプロデュースした店舗は20を超え、種類も餃子からラーメン、デザートまでと、幅広いものでした。現在はその大半の店が、畳まれてしまいましたが、今なお残る、フードテーマパークも多く、美味しいラーメン店がしのぎを削る、ラーメンスタジアムも、同社が関わっています。なお、バンダイと合併した時、ブランド統合は一緒にされなかったので、元同社が作ったゲームには、変わらずナムコの名が記され続けました。そのため同社の合併に、気づかないままでいた人も、一部には、いたようです。プロ野球、ファミリースタジアム、ファミコン市場の拡大期と、プロ野球人気が重なり、幅広い年代に人気の出た本作は、ゲームソフト売上トップ10に、半年以上も入り続けた大ヒット作品です。本作が登場するまでの間、唯一の野球ゲームだった、ベースボールの不満点を解消した、シンプルでわかりやすいシステムです。打者有利に設定されていて、ホームランを打ちやすくなっています。また1試合が20分程度で終わるので、勝ち抜き戦を1日でクリアもできます。テンポよくプレイできるので、空いた時間にサクッと1試合こなす、などの楽しみ方もできます。ずんぐりとした体型にデフォルメされた、選手のグラフィックが特徴的で、プレイヤーからも評判が良いです。シリーズ中一度体型がスリム化されましたが、不評であったためすぐに元に戻りました。シンプルで奥深いゲーム性で、多くのファンから支持された作品です。この頃からナムコスターズは存在していましたが、一番が、いの、じゃないのが、歴史を感じますね。アスキー、ファミコン通信などゲームに関わる雑誌で、知られる同社は、編集者出身の西和彦氏を、中心とした数人の手で、創立されました。月刊アスキーなどゲーム関係の雑誌を、多数手掛けていた同社ですが、パソコン向けの、ゲームソフト開発にも着手、ダービースタリオンや、ウィザードリーといった、メジャー路線からは一歩外れるものの、根強い人気を誇るシリーズを作りました。特に同社が作った偽天女神転生は、今なお人気が高く、しかし現物は極めて手に入りにくいため、プレミア価格までついています。また、インターネットが、普及していなかった時代に、アスキーネットという、パソコン通信のホストサービスを開始、当時は独占状態でしたが、ネットの普及とともに利用者は減り続け、サービス停止となってしまいました。そうして、角川グループに合併された同社は、アスキードワンゴとして、今なお技術書などの出版を行っています。ダービースタリオン96、有名競走馬シミュレーションゲームの、ダビスタシリーズの4作品目、
スーファミでは3作品目で最後の作品です。ミリオンヒットを飛ばした前作から、1年ちょっとでの発売にもかかわらず、こちらもミリオンヒットに近い、売り上げとなりました。競走馬のオーナーとなって、G1 レース制覇を目指す目的や、基本的なシステムは変わりませんが、今作から、面白配合の概念が、初めて登場しています。またこれまで仮名だった、ライバル馬や騎手も実名化されています。勝手に騎手をランク付けしたことで、トラブルになったようですが、今は和解しています。ファンファーレも実際に、JRA で使用されているものに変わりました。さてラビューやパスワードを使って、海外の種ボバを使えるなど、システム自体は変わっていないものの、大きくボリュームアップした作品と言えます。ちなみに今作は、パスワード入力が可能になったことから、裏技もたくさんありますので、裏技も使いながらプレイしてみてください。画像スタジオ知る人ぞ知るゲーム業界でも愚痴の老舗です。有名なのが開発部のチーム分けで、数あるソフト開発のチームごとに猫さんチームなどなど動物の名前がひらがなで付けられていることでしょうけれども、そんな開発部の緩い名称とは裏腹に作られるゲームの質は高く、今なお根強いファンがいます。ただその大半がパソコン向けだったため、コンシューマーの本数は意外と多くはなく、一般的な知名度は今一つかもしれません。代表作としてはシュバルツシルトやタワードールなどの硬派なシミュレーションがありますが、実はギャルゲーや女性向けなど幅広いジャンルを手掛けています。さらには元々が図案と版画の会社であったため、他社のパッケージや説明書のデザインも受注していました。設立が戦前にまで遡る同社は2016年に創業100周年を迎えました。スーパーシュバルツシルト、本作はもともとパソコン向けに開発された宇宙を舞台にした某シミュレーションゲームシリーズシュバルツシルトシリーズの2作目のリメイク作品となります。舞台が SF でありながらも、中身は古風な戦争シミュレーションと、大差がない作品もある中で、ワープの一つである亜空間移動が、ゲームシステムに組み込まれている点が、大きな特徴に挙げられます。コアなゲーマーが多いパソコンに比べて、ライトゲーマーの多い家庭用ゲーム機に、配慮してのことか、ゲームシステムがかなり簡略化されており、比較的優しい難易度となっています。また、ストーリーについても、硬派な宇宙戦記ものというよりは、ヒーローものに近い出来具合になっており、全体的に遊びやすい作品と、言えるでしょう。同社はあの有名な対戦格闘ゲームストリートファイター2を生み出したカプコンの開発出身である西谷明氏が設立しました。
当初は株式会社アームテックでしたが翌年にアリカへと改名。由来は、西谷氏の名前、アキラ、AKIRA の逆さ読みから来ています。同社が手掛けた作品はやはり、ストリートファイター関連が多く、それ以外には、超ドラゴンボール Z や、鉄拳 3D など格闘ゲームを多く、世に送り出しています。しかし意外にもテトリスや、飛び出す、パズルボブルなど、パズル系も多数作っていました。また同社の副社長である、三原一郎氏は宣伝のため、メディアに出る機会が多く、広告の3コマ漫画に登場したり、ゲーム番組に出演、さらにはクランプの漫画に登場する人物の、モデルになったりと、一部ではゲーム以上に、有名だったりしました。ストリートファイター EX、プラス、アルファ、スト2に端を発した格闘ゲームブームは、未だ続いていたものの、バーチャファイターをはじめとする、3D 格闘ゲームが流行り出した頃に、颯爽と現れたのが本作です。ゲームセンターなどで見かけた時は、バーチャみたいな 3D 格闘に見えた本作ですが、グラフィックこそ、ポリゴンで当時最新式の雰囲気です。まさかこの世界観で、飛び道具が使えるなんて、と当時思いました。今では当たり前になりましたが、スーパーキャンセルは、当時斬新なシステムでした。3D の格闘ゲームに大きな影響を与えた、シリーズ作品だと思います。確かガロウ伝説も、3D 格闘ゲームになっていましたよね。この頃はバーチャファイターシリーズが、世間では大人気で流行りに乗って、いろいろな 3D 格闘ゲームは発売されました。今でも続く人気シリーズは、バーチャファイターと鉄拳ぐらいかな。他にあれば教えてください。Round 1 Fight! スクエア、今や世界規模で知られるスクエア、エニックス、その片割れだったのが同社です。代表作としてはファイナルファンタジーシリーズがあまりに有名ですが、それ以外にも黒のトリガーや聖剣伝説シリーズなど数多くの名作を世に送り出しました。そんな同社の人材収集法が少々ユニークで、当時最新だったパソコンが自由に使える会員制のサロンを開き、集まった中から優秀な人に声をかけるものでした。結果、慶応や横浜国大といった名門の大学生も多く集い、同社の開発を支える重要な戦力となりました。ファイナルファンタジーがヒットしてからは、他社の人材をヘッドハンティングして、より開発力の強化を図っていきましたが、2001年に作成した映画で特別損失を計上、紆余曲折を経て、エニックスとの合併に至りました。同社が傾く原因となった映画の題材、それもまた、ファイナルファンタジーでした。ファイナルファンタジー5、スクエアの看板タイトルである、ファイナルファンタジーシリーズの5作目となる本作は、同シリーズが奇数ナンバーならシステム重視、偶数ナンバーならストーリー重視、というジンクスの通り、システム面にフォーカスした作品です。ファイナルファンタジー3のジョブシステムを、さらに進化させ、各ジョブでアビリティを習得し、自分の好みのキャラクターを作り上げるシステムは、様々なキャラクタービルドを作ることができる、非常に興味深いものでした。それに加えて、後の同シリーズの看板ともなる、ラスボスを超える強敵である、
謎の機械生命体オメガと、それを上回る戦闘力を持つシェンロンが、実装された初めての作品でもありました。すべてのジョブを極めたキャラクターで、視力を尽くして戦える彼らを倒すため、当時の子供たちは知恵を振り絞ったのです。